この動画は、これらのモットを使用して、やりたい放題するだけの動画です。過度な期待はしないでください。前回のあらすじ。バイクゲット。それと、越谷村の村人の過半数が死亡。いかんのえ。村人24人中15人が死亡って、大惨事じゃないっすか。難易度上げちゃったからな。あんたはライダーの力を得たからいいっすけど、村人は関係なく難易度上げられて大惨事って、ただただ巻き込まれて被害に遭ってるだけっすよね。モブの悲しい運命よな。でん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 で。新しい建物は寺、仏塔らしい。でも、村人が死んで、建設担当がいなくなったから、リスポーンするまで工事中断。どのくらいでリスポーンするんすかね？数日待てばリスポーンするべ。それまで、整地でもしておこう。仏塔の建設予定地と、谷の隙間が気になるから、埋め立ててしまおう。整地どころか地形編集レベルっすね。山をえぐって、谷を埋め、村をできるだけ平らにする。足腰に優しい、バリアフリーな村を実現しようじゃないか。バリアフリーどころか、モンスターに対するバリアを作るべきだと思うっすよ。メイドさんが増えたら、巡回警備させたりとかしたいな。5社から同士打ちで悲惨なことになるだけっすよ。じゃあ、ゴーレムを連れてきて村の中に配備するとか。現状の資源ではまだまだ先の話っすね。村人がリスポーンして、建設が再開されてんな。谷の埋め立ても間に合ったっすね。村人全員のリスポーンが完了しているな。命って何なんすかねー。さて、気になる隙間を埋め立てたのはいいんだが、寺に行くルートが気になるな。ここも埋め立てるんすか？いやー、ここは水路にできそうだからな。ここは川として繋げてしまいたい。でも、そうなると移動ルートが不便になりそう。迂回するしかないっすもんね。で、だ。橋を架けよう。またっすか？前にも言ったが、越谷村では橋くらいしか建設するものがない。仏塔には村人が毎朝祈りを捧げに来るから、経路の確保が必須。ここをおろそかにすると、村の生産力がガタ落ちする。でも、村人たちも自分たちで道路を作るんすよね。適切な迂回ルートが作られたなら、橋はいらんのだが、こればかりは建設されてからの結果を見ないことには判断できん。どうするんすか？仏塔の建設が完了してから考えよう。問題の先送りっすね。それよりもだ。バイクが手に入ったから、初期拠点とキョビシュの村を結ぶルートを作ってしまおう。キョビシュの村の豆腐職人に大豆を売って、エメラルドをゲットしたいのよね。あと、そろそろキョビシュの村の開発に手を入れていきたいし。ゴーレムを越谷村の防衛に当てたいんすよね。そうそう。というわけで、残りの街道を作っていこう。聖地 C の。ガードレール整備 C の。コップで道に C の。この作業いるんすか？割り潰してあったら別にいらないんぜ。踏み固められた道は往来の頻度を示す。すなわち草地では道としての説得力がないのである。で、石畳にするほど資源に余裕がない。だからこの作業は重要なのである。熊にはよくわからんすわ。これだから畜生はああ、てめえから殺すぞ。サンケベル反対というわけで、いつものタイムラプス。橋を建設する位置と、高さを鑑みてルートを選考。工事量を減らすルートを選定して省エネで道路を敷設。道路作りは、地形を考慮して建設するのが楽しい。ルートを考えて、地図とにらめっこする時間が好き。へえ。でん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 で。キョビシュの村側からも道路を作っていって。船着き場とか作らないんすか？今は道路作りだから。先のことをとやかく言うな。うえっす。ってなわけで、初期拠点からキョビシュの村に通じる街道の整備が完了。これでキョビシュの村との交易も可能になったっすね。早速バイクで行ってみよう。ブイーン。早い上に無音。バイクとか、無駄に爆音よりも、静かに高速な方がクールだよな。あっという間に到着。倍速なしでこのスピード。これでキョビシュの村の開発にも取り掛かれるってもんだな。資材を蓄えて、次の段階の準備を進めようか。次の段階っすか？メイドさんの投入とかな。そのためにも、鋼豆腐装備を揃えよう。鋼豆腐のこと忘れてたっすね。橋脚のために小1時間ほど丸石を採掘したから、その間にできていることを願って。できているっぽいっすね。採取してメイドさんの装備を作ろう。ちょいちょいっと防具を作りーの。鎧にブーツにレギンスニット。で、メイドさんに装備させてーの。砂糖で待機解除してーの。早速自動松明設置任務をしてもらおう。夜じゃないとダメなんすよね。もう午後だから、日が暮れたら機能するべ。日陰すけど、松明置かないっすね。日陰は影モッドだから。明るさの処理はマイクラの使用が基準だから関係ないのよね。へえ。で、仏塔の方も建設が完了していたと。参拝客がいるっすね。この砂利道が追加された道路なんだろうけど。使っている人が少ないな。むしろ、谷を移動している人の方が多いっすね。ふーむ。川をつなげてしまおうかとも思ったが、その前に橋を作って経路を確保した方が良さそうだな。越谷村の需要調査っと。資源不足で建設が中断されているっすね。お、売却した多くの原木を使い切ったようだな。それじゃあ、植林場から追加で輸出しないとな。とりあえず、バッグから手持ちの原木を売っておいてっと。ついでに、小麦と焼き石も売っておくか。親密度上昇で、土地を借りることができるようになったっすよ。まあ、全部の建物が建設されて、土地が余ってたら要請しよう。借りた土地が原因で、土地不足になられたら目も当てられんからな。とりあえず、日が暮れるまで村の整地をしておいて。日が暮れたら、メイドさんに湧き潰しをさせつつ、モンスターを倒していこう。あ、カリーン。お前はメイドのセリフを言うな。次行ったら殺す。なんでそんなキレてんすか？なんだこのバグスター。メイドさんは攻撃されないんか？メイドさんは中立扱いで、攻撃しない限り攻撃されないんすよ。松明要員なら、巻き込まれない限り大丈夫っす。じゃあ、匠とスケルトンを警戒しておけばいいか。とりあえず、橋の建設を急ごう。原木の支柱を置いてーの。解体されないように丸石の下地を置いてーの。橋を組み立ててーの。舗装は磨かれた安山岩。木材でアクセントつけて。整地して完成。さてさてさて。よし、ちゃんと橋を使ってくれているな。橋を使わない子供もいるっすけど。なんだひねくれためんどくさいガキだな。反抗期か？ぶん殴るぞ。子供相手に切り出した。ともあれ、村人が橋を使うってことは確認できたから。川をつなげてしまっても問題ないな。船を使うわけでもないのに、また水路整備してる。水道が整備されていない世界で、水源から遠い集落は許せないタイプ。井戸が整備されているとかならいいんだけどね。井戸もなく水辺でもなく、産出物があるわけでもなく集落が形成されてたら。滅ぼす。いきなりどうして？水を得られない集落なんて滅んで当然だろ。この私が引導を渡してくれる。余計なことしなさんな。まあ、半分冗談として。半分はマジっすか。川もつなげて、橋もできたってわけだ。モッドの作ったいびつな村をデコレーション。村人たちも多分満足しているっすね。多分じゃなくて、満足しているだろ。ほとんど事前事業だぞ。無償でやってもらって当然とか考える奴は、労働の概念を理解できていない社会不適合者だぞ。何かあったんすか？今度は羊毛が足りないか。羊毛なら、お隣さんから略奪した分が残ってたな。バイクでサクッと取りに行こう。初期拠点の羊牧場で、メイドさんを羊毛狩りに設定しないんすか？前に言っただろ、羊毛はお隣さんで、うちの牧場は羊肉メインだって。あくまで羊毛はお隣さんから購入する。また変なロールプレイして。変じゃねえよ、ご近所付き合い大事。まあ、戦闘に巻き込んでしまれて負い目を感じているのかもしれないんすけど。可能不可能の問題じゃないんだよ。俺が楽しいかどうかなんだよ。たとえ非効率的だろうと、俺が楽しそうだと思ったことをやる。OK？ どうせダメって言ったってやるんすよね。当たり前だ。領門を売却したことで、戦闘の建設が開始された。ついに右下の土地が使われるんすね。しかし、戦闘の敷地が広いな。ちょっと広すぎて、キョビシュの村までの道路を作るのが難しそう。こっちの橋も使ってくれることになるのは嬉しいんだがな。キョビシュの村側の道路とかもそろそろ整備していかないと。戦闘の建設場所がキョビシュの村に近いっすし、キョビシュの村の整備に取り掛かるのもいいんじゃないんすか？まあ、そういう展開になるだろうな。次回はキョビシュの村の整備を開始して、その間に戦闘が完成しているって感じになるだろう。次回はキョビシュの村大改造っすね。この問題だらけの村をどうしてくれようか。アクセスできない家屋と畑に、急勾配な道路。ともっちゃ工房はどのようにリフォームするのか。とりあえず今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオー。くっそ移動しづらい。ストレスマッハ。